王立バイエルンクニュー鉄道 S36 型蒸気機関車は王立バイエルンクニュー鉄道が急行旅客列車用として製造した車軸配置に C1 で加熱式複式4機等のテンダー蒸気機関車であるこの機関車はバイエルンクニュー鉄道が製造した歴代の各機関車の中でも特に注目に値するものでドイツ国営鉄道の時代になってからを含めて ほぼ25年にわたって生産が続けられた。合計で159両が生産され、これは、バイエルンの他のすべてのパシフィック機を合計した数より、多い。A 型から I 型までの89両が、王立バイエルン国有鉄道時代に、K 型から O 型までの70両が、ドイツ国有鉄道時代にそれぞれ製造された。バイエルン王国の首都ミュンヘンのヒルシュアウに。 本社工場を構えていた王国有数の機関車メーカーである JA マッファイ社の製造部長であったアントン・ハンメルと工場主任であったハインリヒ・レップラの指揮のもとで設計された。設計の基礎となったのはドイツ国内最初のパシフィック機であり、やはりハンメルがバーデン大抗国鉄道の機関車製造担当官であったアレクサンドル・クールタンとの共同作業によって 開発、設計したフォンボーリース式複式4気筒機のバーデン、対抗国区に有鉄道、IVF 型蒸気機関車である。その基本構造は1 0 0トル圧の圧縁後半を切り抜いて製作された強固な膨大枠、中高により、高圧、低圧で、各2組、計4本のシリンダーや、弁室を1体鋳造した大型のシリンダーブロック。 それに高化質を備えた、加熱式、ギセルボイラー、と IVF 型の設計製作で得られた経験に、加え、本形式に先立って、バイエルウンクニュー鉄道がやはり、JA マッファイ社に高速試験用として一両を、発注、製作させた、加熱式複式4機等に B2 機である、S2、6型などを通じて得られた知見を反映した、ものである。s 型は、 バーデン大抗国区に言う鉄道、アイブ型蒸気機関車と共に、バーデン大抗国区に言う鉄道、井戸型蒸気機関車依頼バイエルン王国近隣の各鉄道に納入されてきた JA マッファイ社製、複式4機筒高速旅客列車用蒸気機関車群の一つの完成型となったものである。その各部寸法は、各シリンダーの工程及び直径、 飛行士面積など基本となった IVF 型に順次、メカニズム面でも同形式の設計に多くを追う。だが、同輪系が通常型で 1800mm から 1870mm へ 70mm 拡大され、ボイラーの蒸発電熱面積が208.7平方メートルから201.7平方メートルにわずかに縮小される一方で、 加熱電熱面積が50平方メートルから76.3平方メートルへ拡大されて、ボイラーの性能が引き上げられ、動輪上重量が49.6トンから52.7トンへ、やや増加するなど、基本となった IVF 型の良さを活かしつつ、新技術やバイエルンクに言う鉄道の使用条件に合わせて、設計を変更することで、より高性能な機関車として完成している。 なお、例外的に、同輪径を 2000mm に拡大した D 型と E 型を除き、S3、6型は同輪径 1870mm を標準としており、これにより平坦線での高速運転性能のみならず、勾配線での十分な牽引力も確保され、広範囲で運用することができた。最高速度は、 動輪系によらず、時速 120km で、出力は、製造期間中のボイラー改良に伴う、性能向上などにより1770馬力から1830馬力に引き上げられている。1908年から1911年にかけて、 動輪計 1870mm として、ナンバーズ3601から3623の合計23両が製造された。全車ともに風切り形運転台と呼ばれる左右の妻窓が進行方向に対して傾斜して設置し、くさび状に構成した独特の形状の運転台を搭載する。淡水車は 22T262 型と組み合わせられている。 1912年に同輪系を 2000mm に拡大した D 型と E 型がナンバーズ3624から3641として18両生産された。これらの機関車はミュンヘンとニュルンベルクやミュンヘンとビュルツブルグを結ぶ比較的平坦な区間で高速で運転される急行列車を牽引する目的で設計された。このグループは 他のグループとは異なり、高圧シリンダーと低圧シリンダーの工程が同一値となっていた。なお、高速列車の牽引用に意図されていたにもかかわらず、風切り型の運転外になっていない。D 型と E 型については、ロングランを前提として、O 型の 22T32、5型淡水車が新たに開発され、連結された。 F 型は1913年に3両のみ製造され、A 型から C 型と大きく異なるところはなかった。ボーフムダールハウゼン鉄道博物館で保存されている18-427の感動切断車体1914年に、ナンバーズ341から350の重量が、プファルツ鉄道向けに製造された。これらは、 同輪計 1870mm で、同じ同輪計の A 型、B 型、C 型、F 型の各グループに比べて寸法が何箇所か変更されており、例えば 19m 点車台での転向を可能とするために全長を 150mm 短くしていた。これらの重量は、ドイツ国鉄により18-425から18-434の神経式番号を与えられた。 このうちの一両は、第二次世界大戦後ソビエト連邦占領地区に残され、1948年になって18.3、型18314と引き換えに西側に変換された。第一次世界大戦の期間中1914年から1918年までの間に35両が製造された。 これは王立バイエルンクに有鉄道向けに製造された最後の S36 型であった。第一次世界大戦、休戦協定に従って本形式のうち最新のものを含む19両がフランスとベルギーに引き渡され、残りがドイツ国営鉄道に引き継がれた。1926年の称号規定改正により、 ドイツ国営鉄道引き継ぎ者は18.4型18401から18434、18441から18458、18461から18478という形式番号を与えられた。この時代の本形式はラインゴルトの牽引機として有名である。統一されたドイツ国鉄では、 企画設計に基づく正式旅客用機関車として短式に気頭パシフィック機である 01K の製造を1925年から開始したが、これは最大軸重20.25トンで最大軸重18トン以下の制約が課された赤ん線での使用に適さなかった。このため、この条件を満たす最大軸重17トン級の零三型が 急降貨物機の41型と軽量構造のボイラーを共用する設計で開発されていた。しかし、この零三型は実用化が大幅に遅れたため、高速旅客機を早急に必要としていた。交通省のバイエルン支局は、この零三型の完成を待たず実績のある S3-6 型の製造を続行した。百二十三年から百二十四年に、 かけて、JA マフファイ社は、K 型を30両納入した。これらは、ドイツ国鉄による、新称号規定の策定前に完成したため、バイエルンの機関車番号体系に従って、ナンバーズ3680から3709として納入され、1926年に18479から18508に変更された。これ以前の型と異なる点は、 技術的には、加熱面積が、それまでの52平方メートルから60平方メートルに拡大されており、ボイラーの使用圧力もバーデン対抗国鉄道、IVF 型と、同様、16気圧に昇圧された。また運転台は、風切り形ではなかったが、側窓部から上を内側に倒した、後の正式機関車と同様の形状のものに、変更されている。 ドイツ国鉄は当初本形式を K 型で生産終了とする予定であった。だが一方で幹線の最大軸1020トンへの軌道強化工事は父として進まず、本形式を代替すべき零産型の開発も大幅に遅延した。このためその間の赤感染向け旅客用機関車需要を満たすべくドイツ国鉄はストップギャップとして JA マッファイ社に対し、本形式のさらなる追加発注を行った。1927年に12両の L 型が、1927年から1928年に、かけて8両の M 型が、それぞれ納入された。K 型に比べて、加熱面積が76.3平方メートルに、拡大され、また加熱器の性能向上に対応して、 高圧シリンダーの内径が 425mm から 440mm へ拡大された。M 型の一部はビースバーデン機関区に配置されて、急行列車の原因に用いられた。20両の製造が予定されていた N 型に関しては JA マッファイ社が世界恐慌の影響で経営危機に陥ったことから、その生産が滞ってしまった。そのため、 同社の経営破綻前に完成し、ドイツ国鉄へ納入できたのは、18529と18530の2両のみであった。このため、JA マッファイ社の許諾の下で、ヘンシェル社がこの仕事を引き継ぐことになり、1930年から1931年にかけて、残りの18両は、大型として、ドイツ国鉄へ納入された。なお、 このうち最後の11両には新しく開発された 22T317 型炭水車が組み合わせられている。1950年代にドイツ連邦鉄道は多くの機関車の近代化を実施した。これに従って30両の18.5型が製造を担当したクラウス・マッファイ社とヘンシェル社によって改造された。 これは1927年から1930年にかけてドイツ国鉄が導入した L 型から O 型の中から抽出され改造された。これらの機関車はインゴルシュタット工場及びミュンヘンフライ工場に送られ、そこでクラウスマッファイ及びミンデン製の新しいボイラーと過失に交換された。これに加えて運転台が新しくなり、 加減弁が改良された。もっとも、シリンダーブロックを新しいものに交換する、といったさらなる改造計画は実施されずに終わっている。1953年から1957年に、かけて改造されたこれら30両は、1 8 6系1 8 6 0 1から18630、という神経式番号を与えられ、急行旅客運用に用いられた。 高性能ボイラーを得た 18.6K の性能は、十字句銃の連一型に、ほぼ匹敵するものであった。これらは、ダルムシュタット、ホーフ、レーゲンスブルク、ニュルンベルク中央駅、リンダウ、ウルムなどの機関区に配置された。この近代化された機関車は強力で、ドイツ連邦鉄道の機関車群の中でも、最も経済的であると評価されていたが、 すべての機関車が1961年から1965年にかけて運用を終了した。これは近代化改造の際にポンプの支え部をボイラーに直接溶接してしまったため、亀裂の発生につながったことが一因であった。このため末期はボイラー圧力が16気圧から14気圧に下げられ、出力が大きく下がった。 18.6型で最後まで残存した18622と18630は1965年にリンダウで運用を終了し1966年に解体された。改造されなかった S36 型は1 8 5 0 5を例外として1962年までに運用を終了した。18500は民伝の機関車研究所で使用され続け、 1969年に運用を終了した。何両かの機関車は暖房用ボイラー代用として使用された。ザールブリュッケンに配置された18600には1983年まで使われた。18612もボイラー代用として使用されていた。本形式は戦後も1960年代まで長く使用された。 こともあり、ドイツ国鉄統合以前の古い形式であるにも、かかわらず、少なくとも6両が保存されている。S3、6型ナン、no. バー36342メートル系の、動輪を備える、DE 型唯一の原損機。2メートル系の大動輪を備える、DE 型のグループでは、E 型の18、18451が、ミュンヘンのドイツ博物館の交通センターに、 バイエルンクに有鉄道ナンバー3634時代の姿に復元の上で保存されている。ドイツ国鉄となってから制作された K 型では最後まで現役であった1 8 5 0五がノイシュタットアンデアバインシュトラーセにあるドイツ鉄道歴史協会に保存されており今でも見ることができる。またこの型の最終機18508は個人所有で スイスに保管されている。ラストナンバーである18528が製造元の後ろ身であるクラウス・マッファイ社に引き取られミュンヘンにあった同社本社ビルの前にモニュメントとして置かれていた。クラウス・マッファイトランスポートテクノロジーがシーメンスによって買収された後、この18528はアラッハ工場の大井の中に置かれており、 現在は一般人が見学することはできない。暖房用ボイラー代用となっていた18602の臨軸が保存され、ザールブリュッケン中央駅で見ることができる。また、同様にボイラー代用となっていた 18612W ナン、no. バー5672は車両そのものが保存され、これはドイツ蒸気機関車博物館で見ることができる。 S3、6型18478ウルムに配置されていた18478は王立バイエルンクに有鉄道時代の最後に製造された S3、6型で風切り型の運転台を持つ最後の機関車である。同期は廃車後まずリンバウに送られ、続いてスイスへ行って、そこで本格的な修繕を受けた。今日、この機関車は ネルトリンゲンのバイエルン鉄道博物館に保存されている。この機関車はバイエルン鉄道博物館により1996年にマイ人間機関車工場へ送られて良い状態に修復され、また当初の機関車番号であるナン、no. バー3673に復元され、緑色に塗り戻された。しかし、バイエルン区にいる鉄道の濃い緑ではなく、 メルクリンの模型の色のような明るい緑になっており、これはこの修復工事のスポンサーとなったことに対する見返りであると言われている。それ以来何度かの運転が行われている。復元された本機は修復工事のメインスポンサーであったメルクリンの宣伝目的で他の塗装にされている時があり、2000年から2002年までは1925年の ドイツ交通博覧会で展示された S3、6型の濃い青の塗装にされ、またその後の2年間は架空の紫とベージュのラインゴルト塗装になっていたが、これには批判もあった。2004年4月にボイラーの検査期限が切れたため、それ以降2009年の最終服まで、本機はネルトリンゲンの博物館内で移動可能な展示物として扱われていた。この間、 スポンサーのメルクリンの経営が悪化したため、修復計画は無期限延期となっていたが、その一方で、国有鉄道時代の濃い緑の塗装に戻されており、1918年に納入された当時の状態のようになっていた。本機は製造当初のボイラーを現在も搭載している。そのため、製造から92年を経た機関車を再び運行可能にするには、 多くの作業が必要であった。新たなスポンサーを見つけることができたため、2009年からバイエルン鉄道博物館の手で、ドイツの鉄道175周年に合わせて、再び機関車を走行可能にする作業が進められた。その後、本機は2010年5月に修復工事が完了、再度走行可能となっている。 h t t p f e r r o v i e t e d e s c h e i t スラッシュ s c h e d イ s h r e p d a m p f l o c b r 1 8 4 h t m l ありがとうございます。